はい、皆さん、毎度毎度。YouTube でもね、ブログでもね、何かネタ考えようと思ってね、ネタが思いつかない。そういう時はね、とにかくね、何かをね、始めてしまう。まあ、今そんな感じなんだけどね。んで、まあ、始めていくんだけど、これ、前半部分かなりカットなんじゃねえかな。とりあえずね、語り出しちゃう。ブログ系で書き物する人はね、とにかく書いちゃう。と書いてるとね、なんかデタラメなんだよ、最初ね。で、そんなのはね、いいんだよ。最後ね、デタラメ書いてるうち、だんだんまともなことを書くようになるから、そしたらね、デタラメな最初の部分ってのみんな削除しちゃうっつうの？で、まあ、後半になるとね、頭が回ってくるとね、なんかしら形になってくるからね。ただしさ、眠くてしょうがねえって時はダメだよ。寝ちゃった方がいいよ。一応眠くもないし、なんかただ単にさ、何も頭の中から出てこないような時だよね。そういう時はね、とにかくね、書き物する人だったら書いてしまう。断片的でもいいんだよね。まとまってなくていいの、話が。思いつくまま適当に書いていくと、ノート書いてるうちにね、脳が活性化していくんだろうね。作業興奮なのかね。と、まともなこと出てくんだよね。で、今、もう自分もそんな感じでやってんだけどね。で、お姉さん横触ってね、横の長さは切りたくねえけど、なんか、ペラペラ、こら、癖で跳ねるっつうんだよね。あと、マスクする影響もあるんだよね。マスクするから、まあ、いつもより短くていいみたいだね。で、マスクしないときってのは、ほんと顔が出ちゃうから、眺めって言ってたけど、最近はね、マスクするから、それほど長くする必要ない。ただ、今回はちょっとレイヤーの入りが足んなかったかな。つうかね、レイヤーが入れたなかったね。目の横のあたり、水平に髪を引っ張り出したあたりで、だいたい毎月だったら1センチだけど、今回はそこら辺を2センチぐらい切ってるかな。で、トップの長さは相変わらずギリギリまで短くして、すいてね、ボリュームが出るようにすくのが、まあ、こちらの方のカットだね。毛があまり多くないんだよね、見ての通りね。で、ボリュームも出ない、癖っ気もあるね。で、やっぱりこまめに切ってないと、べちょーって潰れた頭になっちゃうつの、トップが。トップというか前髪のフロント部分でね、潰れちゃうようなのはね。で、もちろんトップの方も膨らましたいんだけど、つむじに持っていく毛は長めじゃないとつむじが割れちゃうんだよね。だから上は長めってこういう人言うかもしんないよね。で、上が長めなんでしょっつって、前髪のあたりまで長くしちゃうと重いってなって、なんか変って言われてね。で、2、3回来て来なくなっちゃったりするからね。とりあえずね、全くね、この動画、見て、最初コメント、何にも思いつかない。んで、ヨタこいてるうちに、何かしら、こうやって頭が回転してくると言葉が出てくるんだよね。これね、コツだよね。なんか YouTube とか、ブログを更新する人のね。たださ、作文とかさ、感想文をさ、手書きで書く場合、訂正するのがめんどくさいんだよね。だからね、僕はって書いてね、男の子なんかそれ以上進まないっちゅうの？あれはね、パソコンでやった方がね、早い、いいんじゃないかなと思う。修正が簡単だからね。書き物で手で書くとさ、消さなきゃいけないじゃん。もう、消すのがめんどくさいんだよね。で、消すのがめんどくさかったら、10枚ぐらい用意しといて、1枚提出するのに対して、まあ、10枚ぐらい用意しといて、とにかく最初の1枚は何でもいいから、断片的に書いちゃう。繋がってなくてもいいんだよね。僕はカットしました。レイヤー入れました。襟足は薄めですとかね。断片的にどんどん書いてちゃう。つむじが割れますとかね。トップシャギ入れてくれって言われましたとかね。それを書いてしまう。それ書くと何かしらが始まり出すっつうの？下書きなんつうのは本当に下書きだからね。で、ここまで適当に書いておいて、あ、忘れたっつうんでね。最初に、サイドのレイヤー部分が跳ねるって言われたとかね。後でどんどん書き出していくっつうの。とにかく断片的な言葉を書いてしまう。まあ、作文とかどうかな、子供がそれできるかどうかわかんないけどね。で、1枚目はもう完全に捨てるって感じだよね。言葉適当に書いといて捨てる。で、2枚目でちゃんとつながるように適当にくっつけていけばいいんだけど、まあ、それができるようになるまで結構大人になったりするよね。本当に男の子ね、夏休みね、作文の宿題なんか出ると全く書けないからね。これね、男の先生ってね、作文の宿題とか出さないんだよね。女の先生がよく出すんだよね。絵日記とかさ、作文とかさ、感想文とかさ。そんな男の子、小学生が書けやしないって。ねえ。ねえ、男の子の脳の構造と女の子の脳の構造って違うからね。じゃあ女の子にね、数学の問題とか算数の問題ね、作図の問題ね、幾何学の問題ね、そういうのやるとさっぱりわかんないからね。泣いて嫌になるぐらいわからないって、理解できないっつうの？
まあ、人間向き不向きがあるからね、これはもうしょうがないよね。まあ男の子のね、作文ね、夏休みになるとね、ふっといつも思い出すよね。はい、お疲れ様でした。